皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。王位戦挑戦者決定リーグの藤井聡太七段と稲葉八キラ八段との対局の内容を見た佐々木勇気七段の反応が気になりましたので、ご紹介していきます。では早速いってみましょう。3月24日、第61期王位戦挑戦者決定リーグ白組、稲葉八キラ八段と聡太七段との対局が行われ、藤井聡太七段が129手で勝利。内容は、藤井七段は中盤以降少しずつ劣勢に追い込まれ、終盤まで追い込まれていたが、敵陣に王手で飛車を打ち込んだ時、状況が変化し始める。華麗な詰みで打ち取った。この対局の解説を務めていた佐々木勇気七段は、藤井七段が劣勢の時は普通に勝ちですよね、勝ちだと思ってからの見落としが痛いんですけど、落ち着くのが大事ですと心配していたが、この投了寸前までの敗勢から一瞬の隙を突いての大逆転を見て思わず絶句。まさかこれ逆転することがあるんでですね。取れた後に言葉を失った。これで藤井七段は公式対局今年度の成績を64戦52勝12敗とし、3年連続の年度勝率8割以上が確定。1974年4月に予想された将棋大賞制定後、史上初となる快挙を達成したことがあった。藤井七段は記録のことは意識していなかった。今年度、一局一局全力を尽くした結果でよかったと話し、稲葉八段との対局については、終盤、長考した。読み筋が当たらずに、時間も形勢も苦しくなってしまった。厳しいかなと思っていました、とコメントした。ここからは私の感想なのですが、恐るべき逆転儀式。見事でした。これはまさに藤井七段しかできないでしょう。このままいけるところまで頑張ってください。応援しています。以上。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったらよろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。